お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの青木です。今日はご質問いただきましたので質問回答コーナーとさせていただきます。ご質問いただいた内容はこちら、ビーテッドバーボンって何、簡単に解説させていただきたいと思います。ビーテッドバーボンの解説をする前に、まずはバーボンの主要ブランドでありますワイルドターキー、IWA ハーバー、ジンビーム、フォアローズ、彼らの原材料を見ていきたいと思います。彼らの原材料はコーン、コーンの中でもデントコーンと呼ばれる牛さんたちの肥育飼料になるようなコーンですね。品種は主にデントコーン、イエローデントナンバー2というものが使われていると思います。そしてライ麦、さらに大麦麦芽となります。スコッチウイスキーは2畳大麦を主に使うんですが、バーボンウイスキーは6畳大麦、ちなみにスコッチでもグレーンウイスキーは6畳大麦を使用しています。それに対してウィンテッドバーボンと呼ばれる子たちの代表銘柄はオールドフィッツジェラルド、キャビンスティール、メーカーズマーク、レベルイエール。彼らはライ麦ではなく小麦を使用しています。小麦を使用して作られたバーボン、それがウィンテッドバーボンです。昔読ませていただいたウイスキーマガジンさんの記事にあったのですが、バッファロートレース蒸留所のマスターディステラーターハン・ビトリーさんがおっしゃるには、ライ麦の割合が高ければ高いほどドライになりスパイシーになり複雑さが増すと書いてありました。ウィーテッドバーボンはその逆、まろやかで非常に飲みやすいバーボンに仕上がるのも特徴の一つです。ウィーテッドバーボンを作る主な蒸留所は今はなくスピッツェルウェラー蒸留所やメーカーズマーク蒸留所になってきますが、ここから先は好みの話にはなってしまうのですが、僕はオールドセントニックが好きだよ、僕はオールドリップが好きだよ、そういったがっつり系のライ麦のバーボン好きの方には個人的にはウィーテッドバーボンをお勧めしていません。どちらかというと普段スコッチウイスキーを飲み、ちょっとバーボンも飲んでみたいかなという方には非常に美味しく感じていただけそうなので、そういう方々にお勧めすることが多いです。ウィーテッドバーボンは滑らかで優しいバーボンウイスキーをお求めの方には非常に最適です。最後に一つだけ注意点があるんですが、小麦を 51% 以上使うウィートウイスキーとは異なりますので、ここは注意してください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、ウィーテッドバーボンとは何かお分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方ぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。